こんにちは、春町接骨院久松です。今回は前回の続き、取りすぎてはいけない鉄分過剰摂取が及ぼす影響ということでお話しいたします。はい、前回ですね、鉄分足りないとすごく精神的に影響を及ぼすから鉄分取りましょうということでお話しいたしました。今回はその続きです。鉄分取りすぎちゃダメよーって、取りすぎたらこうなるよーということについてお話しいたします。そしてこの動画をご覧になることにより、あなたは鉄分取りすぎちゃいけないんだなっていうのをしっかりお分かりになるはずです。ではお話しいたします。鉄分取りすぎ、まあ過剰摂取なんですけども、これ短期に取りすぎると胃腸障害、吐き気、嘔吐、下痢などを起こしてしまいます。そして長期にわたって取りすぎてしまうと糖尿病や肝硬変、血管の病気などになってしまうんです。ですから取りすぎは気をつけないといけない。ただし鉄分って通常の食事では過剰摂取になりづらいんです。じゃあなんで過剰摂取になるのかというと、サプリメント、はい、サプリメント取りすぎ、もしくはこれ水道水も意外と影響してて、錆びた水道水の長期摂取など、この2つですね、この2つがもう主に、鉄分の過剰摂取になりやすいです。そしてもしあなたが鉄分多すぎないか足りてないかと心配でしたら、血液検査をして、ご自分の状態を知るというのも大事になります。もしね、鉄分ね心配だったらね、血液検査は病院でしてみてください。そういう鉄分なんですけども、鉄分、ある食べ物、鉄分って2種類あるんですよ。まずはヘム鉄という分の、これは吸収力が高い動物性の鉄分で、レバーとか肉とか卵です。ただしレバーに関してはね、これビタミン A が結構多く入っているので、妊婦さんには結構 NG になってしまいます。ですから妊娠中の女性の方はね、レバーは取らないようにしてください。そして、もう一つが非ヘム鉄、これは吸収力が良い植物性のものです。ほうれん草とか、あとひじきなどの海藻類を多く入っています。そしてよくプルーンがいいって言うんですけど、プルーンそこまで、果実の中では多いんですけど、そこまで多く入っていないので、プルーンよりもね、ほうれん草とかね、ひじきとか海藻類食べるようにして、鉄分を、お食事で取っていただくといいです。ぜひね、鉄分不足にならないように、そして過剰摂取にならないようにね、こういった食べ物、なるべくお食事で、鉄分取るようにしてみてください。はい。ということで今回の話もう一度復習すると、鉄分取りすぎるとどうなるか、短期に取りすぎると胃腸障害、吐き気、嘔吐、下痢などを起こします。長期に取りすぎてしまうと糖尿病や肝硬変、血管の病気などになります。ただ鉄分ね、通常の食事では過剰摂取にはなりづらいです。サプリメント取りすぎとか錆びた水道水の長期摂取などが鉄分の過剰摂取を招きます。もしあなたが鉄分に関して心配でしたら、血液検査をしてご自分の状態を知るというのも、いいと思いますよ。そして鉄分、食事で摂る場合、鉄分2種類あって、ヘム鉄、吸収力が高い動物性の鉄、レバーとか肉とか卵、ただしレバーは妊婦さんは取らないようにしてくださいね。そしてもう一つ、非ヘム鉄、吸収力が弱い植物性の鉄です。これはほうれん草とかひじきなどの海藻類に入っておりますので、ぜひねお食事でまず取るようにする。それでもね、取りきれない場合は、サプリメントを使うという形でね、鉄分を補充するようにしてみてください。そしてこれをご覧のあなたが、鉄分の心配以外でもね、自律神経の症状、その他の症状でお悩みでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体で、あなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させて調子が良くなっていくお手伝いをさせていただきます。またあなたのご自宅が遠方である場合、または外に出るのは辛いぐらい調子が悪い場合、またはこのご時世移動して触られるってことに対して不安がある場合は、自宅にいながらお体を改善できるオンライン遠隔整体というのを私やっております。私の自律神経の整体やオンライン遠隔整体に興味がございましたら、下の概要欄をご覧になって、電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日22時ぐらいからご覧のチャンネルで YouTube ライブ、週に2回ライブ配信やっております。内容は1週間の配信した動画の復習と、あなたからのご質問にその場でお答えしていきます。そしてライブ配信の最後では、いらっしゃる方全員で合同でお体を整えるオンライン遠隔整体合同版までやっております。
よろしければライブ配信もご参加ください。そしてこの動画があなたにとって参考になるようでしたら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。